あ、あ、聞こえるはずなんだけどな。なんだろう。なんでだ。音来てます？いや、絶対来てるはずなんだけどな。音聞こえるよね。なんだろう。不具合かな。なんでだ。マイク普通に拾ってるんだよね。聞こえた？あー、プーさんありがとう。初見さんかな？プーさんいらっしゃい。音聞こえました？あー、よかったよかった。サミさんごめんごめん、ありがとう。なんかね、サーバーの方の不具合っぽいっすね。うん。ボリュームメーターちゃんと動いてたんで、僕の方じゃないっすね、多分。サーバーの方でね、不具合が起きてたっぽい。初見さんいらっしゃい、みやさん。楽しんでってください。和道と申します。面白かったらフォローしてください。よろしくお願いします。12名さんいらっしゃい。まったりやりましょう。まったり。なんかね、あとね、フォロワー500人まであと7人だったんで、それまでちょっと放送しようかなと思って。せっかくだから、今日でね、多分ね、ふわっち来てからどれくらい経ったんだろう。世田谷さんのところで、あー、世田谷さん前から気になってて。で、今日初見でした。すごい良かった。あさみさんありがとう、応援。なんかすごい大人なラジオ的な配信ですごい心地よかったですね。多分、世田谷ベースさんまた見に行くと思いますね。すごい聞きやすかった。お、新しいフォロワーさんが増えたんでご紹介します。新しいフォロワーさんは、みよさん、フォローありがとう。楽しんでってください。頑張ります。フォローありがとうございます。あと6人ですね。なぎたんバーガープレゼント。バーガープレゼント。ありがとう、なぎたん。ありがとう。たくさんのハンバーガーを。ありがとう。フォローありがとうございます。おー、すごいですね、なぎたん。ありがとう、バーガーたくさん。ありがとう。バーガーラッシュが止まらない。こんなにハンバーガーを食べたのは初めてです。15個のハンバーガー、本当にありがとうございます。ナギタありがとう、楽しんでってください。今日は久々企画の司会をやらせていただいて楽しかったですね。いいね、やっぱり大手配信者が集まってわー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 やってるとすごい楽しいですね。配信って感じだし好きですね、僕は。あと6名ですね。あとフォロワーさん6名で。あれなんで。頑張りますよ。でも早かったなぁ。500人登録まで結構なスピードだったから。あの企画はね、13日の夜8時までやりますね。13日の夜8時。だから日曜日の夜まで、夜8時までやるんで。その時また司会やるんで。いや、もしよかったら皆さん見に来てください。応援しに来てください。多分ふわっちでやると思うんで。世田谷さんのとこ回ったりして、リスナーさんもみんな和気あいあいで楽しいですよ。なんかね、ふわっちのね、リスナーさん、本当にあったかい人が多くて、すごい楽しいっすね。なんか、垣根がないっていうか、俺結構、その配信者とリスナーさんの壁みたいなのがある配信嫌いだから、タレントっぽくやってるところよりも、なんかこう、同じ目線で話してる感じがすごいいいなぁと思って、ふわっちのリスナーさんと。ふわっちすごい好きですね。初めてもうどれくらい経つんだろうな。ふわっちはね、初めてどれくらいだろう。やり始めたのが、ほんとね、些細なきっかけだったんですよ。10月の23だから、もう20日ぐらいなんのか。もう20日ぐらいですね。メガネ似合いますね。
さくらさんありがとうございます。丸メガネ好きなんですよ。なんか結構、なんか、こうクラシックなメガネが好きで。なんか古いもの、大正の匂いとかするのがすごい好きなんですよね。大正時代とかすごい、なんかおしゃれじゃないですか。なんか、なんて言うんだろう。大正デモクラシーって言うんですかね。すごい好きですね、僕は。なんかこう、西洋の文化と、もともと残ってた和の文化が、合体したような、あの感じがたまんないですね。おい、なめだるまいらっしゃい。楽しんでて、コメントありがとう。まあ、まったりやっていきましょう。なめだるま来んの久々じゃない？なんか、最近コメント打ってるイメージなかったわ。来てくれて嬉しいわ。マイクの拾いかなり良くなってるね。音がね、だいぶ鋭く拾えるようになったから。いいね。あ、ぜひぜひ、ミオさん楽しんでてください。KPG ってちなみにどういう意味なんだろう。アット KPG がちょっとわかんないな。かっちゃんいらっしゃい。フォローしました。本当ですか？じゃあ、早速チェックさせていただきます。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーのかっちゃん、本当にありがとう。これからもよろしく。なめだるまさん、花火ありがとう。花火ありがとうございます。スクワットさせていただきます。1回、2回、スクワット3回、4回ですね。4回、5回と。もう一発花火いただいたので、もう1回。はい、1回、2回の、3回、4回、なめだるまさん、ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。あー、ナーボーか。はいはいはい。ナーボー好きなんだね。ナーボーファン多いよね、本当に。ナーボーね、地元が多分一緒なんですよね。四つ目速報さんいらっしゃい。キャスンショーナーボーって人の囲いが KPG。あ、そうなんだ。知らなかったわ。キャスの事情に疎いかな、俺が。そうそう、ニコ生ばっかり見てたからね。その辺勉強していかないとな。もうキャスの方が人多いもんね、今。うん、あれ？サミーさん。新しいフォロワーさん。サミーさん。フォローありがとうございます。あと3人で、フォロワー500人です。あざす。いいね。ねえ。ナーボー成田だよね。富里かな？俺成田出身だから。お！新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん。バーチャさん、ありがとうございます。また新しいフォロワーさん、サムライちゃん、ありがとうございます。あざす。楽しんでってください。うん。嬉しいっすね。あと3人ですね。早いな。早いな。すごいスピードな、うん。なんかもっと時間かかるかなと思って。結構みんなふわっちよく見るんすか？キャスの方がよく見んのかな？ふわっちめちゃめちゃ面白いよ。今一番来てるサイトだと思う。めちゃめちゃ面白い。50名さんいらっしゃい。企画は誰が今のところ1位なんですかね？今ね、企画は、19ポイントで、里見さんが今リードしてるらしいですね。金梅さんと石川のりゆき。金梅さんの5万人のフォロワーが5ポイント。で、ツイートしてもらったんで、10ポイント。で、石川のりゆきを画面に映したんで、9ポイントかな。うん。9万人フォロワーって聞いたんで。19ポイントで。すごいよね。いや、嗅覚がいいよね。里見さんはね。里見さんの枠荒れないからいいよね。うん。全然荒れない。まったりしてるし、囲いの配信者、囲いが多いからね。あー、わかるわー。キッズのノリじゃないもんね。結構大人なノリっていうか、雑談を本当に楽しむ人が多い。里見さん可愛かったよ。生で見たよ。うん。綺麗な人だった。うん。そうそう。なんか清楚な感じで、お姉さんって感じ。うん、すごいいい人だったね。初絡みだったんですけど。
初めて挨拶して。金梅さんは、なんだっけ、三社祭り、うなちゃんマンの三社祭りの企画とかで、お世話になってたんで、まあ何回か会ったことあるんですけど、金梅さんと、ちょろっと、まあ飯食いながら話して、で、里見さんともご挨拶させていただいて、いい人でしたね、本当に。うん、ずっと怒ってたね、つまりあんなこととかね。ふうさんいらっしゃい。楽しんでってください。ルナさんこんばんは。いらっしゃい。あと3人で500人です。フォロワーさん。まったりやってこうと思うんでよろしくお願いします。でも20日で500人フォロー登録は結構いいペースですね。予想してなかったかな。意外とふわっち、ハマってるかもしれないですね。もともとニコ生で4年ぐらい、3、4年ぐらい配信やってたんですけど、やっちょはね、びっくりしたのが、生で見た方がイケメン。びっくりした。普通のイケメンのお兄さんって感じじゃん。お兄ちゃんって感じ。キャストとかで見ると。生の方がね、すごいズバ抜けてイケメンだった。びっくりした、びっくりした。やっちょイケメンだったよ。生であったら全然印象違う。生超かっこいい。僕はキャスアカウントやってますけど、ほとんど人集まんないですね。アクティブ20ぐらいなんで、やったとしても本当に過疎化そうですね、キャスもやってましたけどね。ほとんどメインでやってるのは、ふわっちです、僕は。本当にかっこいいよ。全然顔の作りが違う。本当に。おしゃれだし。あれはね、深夜中は生で見た方がいいと思う、本当に。一回。すごいかっこよかった。喋りとかはね、配信のまんまっていうか、感じだったけど。そう。あ、こんなイケメンなんだって。なんか、オーラあるなと思ったよね。モデルさんとかね、全然できるでしょ。興味ないのかな、全然モデルさんで通用すると思うよ。深夜っちは。今までで会ったことある生主で、もう一番かもしんないな、イケメン。小倉とかも結構かっこいいけどね。ニコニコ生放送の小倉っていう生主がいるんだけど、小倉も結構イケメン。小倉はだけど、なんか学校に一人くらいいそうな、一人二人いそうな感じのイケメンだけどね。野鳥はオーラがある。新野鳥。それかっこよかったですね。あれは女の子虜になるわ。ハマるのわかる。すごいかっこいいよ。会ったことあります？みんな。昔はタレントで、ああ、全然ね、通用、タレントの卵って言われても、ああ、わかるっていう。タレントオーラ出てましたよ。顔がすごい整ってて、体も引き締まってたし。やっぱ芸能界行く人とかね、顔の作りが全然違うからね。面白い。ね。イケメンだよね。ドリアンさんいらっしゃい。はい、さよなら、ドリアンさん。イケメンだとモテるだろうな。多分学生の頃からモテたんだろうね。福岡来たらリアトツ行きたい。一回生で見た方がいいと思いますよ。オーラありますよ。やっぱ大手配信者になる人って、すごい雰囲気あるんですよ。金梅さんもそうだけど。なんかね、独特のオーラっていうか、オーラなのかわかんないけど、なんかね、結構肌に感じるものありますよ。やっぱ普段画面で見てる人を生で見ると。金梅さん顔の大きさこれくらいだからね、本当に。でけえなと思って。俺は司会だけ。あとエンディングの司会控えてますね。日曜日の夜に、また。新宿で。結果発表ってやります。
結果発表。ね、誰が勝つか全然予想できないからね。ただ賞金10万円は相当でかいよね。賞金10万円だぜ。2日間でね、1位取ったらね、いい小遣いになるよね。初見さん、ジャコリーヌさんいらっしゃい。楽しかったらフォローしてください。コメントありがとうございます。いや、羨ましいよ。ね。資金は誰が出すの？リアルライフっていうその企画、プロダクションが出します。プーさんね、俺のツイッターとかヒカルくんのツイッターに多分リツイートでリアルライフっていうそのサイトがもう立ち上がってるから、それ見るとね、企画運営とか、プロダクションやってて、ヒカルくんが専属なんだけど、そこの団体から出ますね。25万円は。いろんなスポンサーさんが、そう。ママ主プロダクションみたいな感じですね。チェックしてみると面白いかもしれないですよ。リアルライフホームページ。僕も司会で和道出ますって載ってますんで。もしよかったら見てみてください。だからだんだんそのふわっちとかもそうなんだけど、なんかこう配信で稼げる時代になってきたなっていうか、配信で稼ぐのが当たり前になってきた。なんか3年前4年前とかもう本当にリスナーさんからお金もらったら小じきって言われてたけど、今ステッカー販売も当たり前になったし、あと YouTuber がすごいでかいかな。インターネット動画とか配信で稼ぐっていうのが当たり前っていう文化になったの、 YouTuber で稼いでる人がいるってテレビで報道されたからがでかいと思う。おい、小田井さんいらっしゃい。ワドツユ。結局、もうちょっとで、フォロワーの数が500人超えそうだったので、配信やろうかなとかも戻ってきました。彼女とね、ご飯食べようかなと思ったんだけど、彼女が爆睡してて、彼女布団に寝かせて、それで、配信に戻ってきましたね。おやすみ。みよさんありがとうね。また遊びに来てください。おやすみなさい。ゆっくり連休休んでください。体のね、疲れを、取ってください。配信好きだよなぁ。やめらんないね。配信はいくつになっても。一生続けたいかな。ほんと配信と出会ってよかったなぁと思ってる。すごい面白いよ。いろんな人に出会えるし、なんか、いろんなね、経験もするし。なんか、今最先端だなってほんと思う。インターネット配信やるっていうことが。なんか多分いろんな新しいコンテンツがさ、どんどんできてくるから、廃れる文化だと思うのね。配信自体は。で、ああ、昔そういうことやってた人いたなーって言われるようになるんだろうけど。なんか今やっててよかったなーと思って。これからまだまだね、配信全体伸びると思ってるんですよ。僕自身は。配信はまだまだ伸びますね。和道さんは企画の司会料もらえないの？あ、もちろん、ギャラ出ますよ。はい。サンライズさん、猫さん、いらっしゃい。もちろん、お仕事として依頼していただいたので、ありがたいことに。こんなね、過疎の生主なのに。ありがたいですね。頑張ります。ね、13日の夜まで仕事があるんで。しゆぽよさん、しゆんぽよさんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。和道です。企画自体はすごい面白い企画だよね。
ああ、たくみさんどうもお疲れ様です。ワドツです。楽しんでいってください。ああ、ヒカルさんリスなので、ヒカル君とめっちゃ仲いいです。よくしてもらってます。よろしくお願いします。ツイッター、ワドさんでいますか？俺のツイッターはね、どっかに出てないかな。俺のツイッターの URL、あれ、配信載ってない？この下の部分に。画面の下にね、載ってると思うんだけど。ツイッターの URL 貼ってあるはずだよ。かっちゃん。下の方にない画面の。スマホで見てるのかな？スマホだとどういう画面になるんだろう。URL 貼ってあるはずですよ。番組説明のところに。もしよかったら見てみて。ああ、ありがとうございます。今ね、これ貼ってくれた、マネージャーさんが貼ってくれたやつです。これクリックすると僕の、ツイッター出ますので。あ、スマホなんだ。たくみさんのコメントクリックしてみてください。ありがとうございます、たくみさん。見てみて。おい、ひいせ、おかえりー。いいね。今日からね、新しいスタイルの配信だから。機材買っちゃったよ。久々に高い買い物したね。高い買い物っつってもね。今のところ1位、さとみさんっすね。金梅さんで10ポイント、石川の隆起で9ポイント稼いで19ポイントなんで、ぶっちぎりでさとみさんですね。ただね、今回の企画何があるかわかんないから、ね、有吉さんとかね、芸人の有吉さんとか見つけただけで、ぶっぱねるかんね、一発逆転あるから、嗅覚のいい生主だったら全然抜けると思うよ。ただ、コツコツ大手生主を、こう、嗅ぎ分けてるっていうところが、うまいよね、里見さんは。今一番、1位に近いの、里見さんだね。寒そう、そう。2枚着てるんすよ。長袖でこれ。ロングで。寒そうかな。あんまね、服をね、部屋の中で着るのが好きじゃないんすよ、僕。できるだけ裸でいたい人なんで。裸でいたい。服をね、あんまり着たくないんすよね。なんでなんだろう。誰が1位取んだろうな。こう。そうそう、長袖でもまくっちゃうんすよ、すぐ。暖房はついてんのかな？ついてないっすね、今。暖房ついてない。寒い。つけろよって話だけどね。でもね、今年のね、冬じゃない、夏？一回もエアコンの電源切らなかったの。27度の冷房弱をずっとつけっぱにしてたけど、電気代が去年の半分。だからこまめにつけたり消したり、あれ嘘だよ。電気代上がるよ。弱い冷房でずっと涼しいまま、1ヶ月2ヶ月ずっとつけっぱにしてた。僕最初のオープニング近くで見てました。マジで？シュンポヨさん近くにいたんだ。そっかそっか。ああ、かっちゃんありがとうございます。ありがとうございます。フォローありがとう。なんだ、声かけてくれればよかったね。おい、まだーっつって。フワッチャ頑張るよーっつって。近くにいたんすね。気づかなかったっすね。つけっぱなしの方が安いっすよ、電気代。暖房も。だから、こまめにつけたり切ったりするね。家電って電気を入れたり電源を切るときが一番電気食うんだって。だから、嘘だろうと思って試してみたけど、本当だったわ。ずーっと快適だったよ、今年の夏は。寒くもなく涼しくもなくちょうどいい温度だよね、ひいせさんね。だから東京電力に騙されてたんだよ、俺らは。半分ってすごいよね、電気代がね。エアコンだけで相当使ってたってことだもんね。だから何でもさ、思い込みとか噂とかじゃなくてさ、東京電力が言ってるからとかじゃなくて、自分で試してみるのは大事だよね。なんか身になる経験ってあるから、それは大事だと思う。自分の経験で確かめるっていうことはね。
これ大事なことですよ。やってみてよかった。早めに気づいてね、こっから先の人生ね、だいぶ違うわけだからね。お、ハッピーバースデー、かっちゃん。ハッピーバースデー、かっちゃん。ハッピーバースデー、ディア、かっちゃん。ハッピーバースデー、かっちゃん。かっちゃん、ツイッター見たら誕生日でした。おめでとうございます。いいですね。いくつになったのかは聞きません。いくつになったのかはあえて聞きません。おい、パラダイスさんいらっしゃい。ともちゃんいらっしゃい。さっき世田谷さんどこか来ました。おー、ありがとうございます。世田谷さんすごい面白かったです。また見に行くと思います。ね、おめでとうございます。新宿済み、結構新宿で大手がリアドするとき行きます。この前もアルタ前、あー、すごかったよね、アルタ前ね。もう、オールスターだったよね。俺、ネルさん会いたかったかな。うん、新しいフォロワーさん、ご紹介します。498番目のフォロワーさん、ともちゃんさん、フォローありがとうございます。あと2人で500人です。楽しんでってください。大事だよね。一年に一回、誕生日にね、出会えたっていうのは何かのご縁かと思いますので、楽しんでいってください。末永く。74名さんいらっしゃい。和道です。まったり枠なんで、みんなでまったり放送楽しみましょう。初見さんいらっしゃい。K さんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとう。僕の放送はね、本当にまったりですね。で、結構ね、30歳以上の人が多いかな。結構ね、外配信とかじゃなくて、もう本当にね、のほほーんと、和道に会いに来たみたいな感じの。和道に会ってなんかちょっとだべって帰るみたいな。そういう感じの放送かな。うん。俺自身がね、あんまりね、ワーキャーしてる配信好きじゃないんですよ。だから雑談やクソ野郎ですよ。本当ずーっと喋ってますからね。新しいフォロワーさん紹介します、新しいフォロワーさん499人目のフォロワーさん、 K さんフォローありがとうございます。これからも K さんよろしく。ありがとうございます。記念すべき、僕は配信をやって3年と半年ほど経ちました。今日ふわっちで20日目の放送で500人のフォロワーさんと出会いました。500人目のフォロワーさんを紹介します。カリナ、カリナありがとう。カリナフォローありがとう。500人達成しました。ありがとうございます、意外と朝までかかると思ったらねさらっとね30分でね。ありがとうございます。皆さんのおかげで20日目で500フォロワーです。頑張ります。ありがとう、ともちゃん、ありがとう、ちなみにさっきはのりゆきさんに会いました。マジでのりゆきさんいたんだ。あー、そっかそっか、会ってたもんね。さとみさんも、かりんさん、ありがとうございます。キリパンです。500番目です。ありがとうございます。嬉しいです、のりゆきさんオーラあるよね。俺も何回か会ったことあるけど。風船プレゼントありがとうございます。えりさん、風船あざす。いやー嬉しいよね。古代さん、風船10個ありがとう。アイさんはどつ、いらっしゃい。楽しんでいってください。まったり放送です。でも渋谷に芸能人っていいのかな。新八丁なんか渋谷の方向かってるけど、関西の人だから土地感あんまないのかな。渋谷よりも恵比寿とか六本木とか麻布十番とかの方が芸能人溜まってるけどね。渋谷は結構治安悪いからあんまりね。500、
502名のフォロワー、新たに2人、新しいリスナーさんと出会いました。ゴーさん、ありがとうございます。エリさん、ありがとうございます。ゴーさんとエリさん、末永く和道の放送よろしくお願いします。アルタ前にいたんだ。あのおにぎり目立つよな。あれドンキホーテで売ってるけど、あれ見るたんびにのりゆきさん思い出すね。うん、ニコ生の時のカズモモ、ああ、はいはい、カズモモさん久しぶりだね。結構ね、前のリスナーさんだよね、カズモモさん。あ、そうなんだ。あ、本当だ、カズモモって書いてあるアカウント、アイさんに変えたんだね。よろしくお願いします。エリさんよろしく。うん、石川のり、なんだろうね、あの大手配信者がまとってるあのオーラは。芸能人とまたちょっと違うんだよね。芸能人もオーラあるけど、あのね、配信者はなんか生命力が強い感じなんだよね。サムライさん、風船ありがとうございます。なんか前のアカウントもままなんですね。なんだろうね、アカウントいっぱい作っちゃうもんね。俺もニコ生のアカウントトータル20個以上作ってるからね。もうメールアドレスも何が何だか分かんないよ。特にニコ生はほら番があるから、バンになるためにアカウント新しいのに切り替えつってさ、新しくお金払って。大変でしたよ、もう。金かかってばっかりで。ふわっちは無料で放送できるからいいね。すごくいい。配信者をすごく大事にしてるサイトですね。ニコ生もうね、金払う時代じゃないっすよ、本当に。うん。ゴールデンボンバーの PV で使われてるんだよね、おにぎりの被りも。あ、そうなんだ。知らなかった。ゴールデンボンバーはカバーしてなかったから、聞いたことないし。あの、めめしくてってやつは知ってるけどね。ニコ生ね、もう会員だいぶ減ってるんじゃないかな。もともとね、あの、ニコ生の運営さんも配信じゃなくて動画で儲かってるサイトだから、あんまりね、生放送に力入れようっていう考えないらしいっすよ。うん、動画でブレイクしてるからね。ニコ動の方は相変わらず人気だからね、未だに。あの、でもコメントが画面上にバーって流れる仕組みっていうのを作った人を考えた人は天才だなと思うね。あれはいいよね。なんか画面にコメントがバーって流れるっていうのは面白いよね。うん、石川さんの電話来たみたいよ。ゴールデンボンバーからおにぎり使っていいかって。へー、すごいね。あ、じゃあゴールデンボンバーさん石川のりゆきの放送を知ってるんだ。すごいよね。うなちゃんマンもグレイのひさしから電話来たりね。うん、新しいフォロワーさんご紹介します。マキルさん、フォローありがとうございます。マキルさん、ありがとう。コメント流れるのは面白いよね。うん、なんか、あの、生放送って感じがする。あれはね、ほんといい仕組みですよ。ニコ生、運営さんの体質は嫌いだけど、本当にね、あの、なんだろう、サイトを設計した人は天才だなと思ってる、エンジニアは。うん、新しいリスナーさん、じゃがいも男さん、しゆんぽよさん、あいさん、新しく3名の方と出会った和道です。フォローありがとう。俺はね、もともとね、何やろうかなっていう、自分で会社経営してて、で、まあ、悪いことやっちゃってさ、逮捕されちゃって。で、まあ、仕事もなくなっちゃって、信用も、ね、従業員も何もかもダメにしちゃって、で、牢屋の中に入ってる時どうしようかなって考えてさ、で、まあ、外に出たら、もうビジネスではもう限界があるなと思ったから、じゃあ個人で何かできることを始めようと思ってさ。で、まあインターネットだったら無料で元でかからないで何かできるなって言ってネタを探してたの。で、まあ、その、ね、塀の中にいる、塀っていうかまあ刑務所じゃないや、警察署にいる時、警察署の牢屋の中にいたんだけど、2ヶ月半ぐらいいたかな。2ヶ月半の間にいろいろ考えて、で、まあ、ブログやろうかな。Facebook、Twitter。あ、そういえば、ニコニコ生放送ってなんか聞いたことあるな。で、2ヶ月半後に出てきた時に、ニコ生見たら、おめえらよ、
いや、まあ仕事つってもよ、俺は配信で、リスナーさんからよ、っていうなんか変なダミ声のおじさんに出会った。あ、なんかこんな生き方してる人がいるし、あ、食ってけるんだと思って。あ、じゃあ生放送やってみようみたいな。そうそうそう、うなちゃん。うなを見て、あ、じゃあ生放送やろうと思って。うん、そんな感じ。始めたきっかけは。すぐね、喋りもともと好きだったから、すぐ大手になるなと思ってたんだけど、全然甘かったよね。本当にね、喋ってればいいんでしょうみたいな。あー、なんか素人芸じゃんとか思ってて、俺の方が喋りうまいわとか思って。全然違ったね。甘かったね。やっぱ配信は配信の、なんか独特の盛り上がり方もあるし、やっぱり無名の新人がね、喋りがね、多少できたとしても全然うまくいかなくて、もう本当にニコニコ生放送やりながら、リスナーさんに教わりながら、3年間経って、もう今では新人とはさすがに言われなくなったけど、やっぱりね、名前が出始めるっていうか、みんなに覚えてもらったのが1年半ぐらいかかったから、ずーっと新人扱いだったね。顔出しには抵抗がなかったっていうかね、もともとだからリスナーさんっていうのをやったことがなかったから、みんな顔出すもん、うなちゃんを YouTube で見て、そのままだったから、あ、みんな顔出すもんなんだって思い込んでたの。だからネットリテラシーが全くなかったのよ。2チャンネルも見ないし、ほんと YouTube は見るみたいな。Facebook とか、だからリア充寄りのサイトを使ってた感じかな。だからね、抵抗がなかったんじゃなくて、なんか何も考えないで。リスナーよりも先に生のし始めちゃったんだよね。まあ、いろんな人が見てますよ、正直。見てるよとか言われるもん。デスソース餃子を食べる配信やってほしい。やらないかな、そういう配信は。デスソース餃子を食べてる人が見たいのであって、俺がデスソース食べてるの別に見たいわけじゃないじゃん。なんかね、その誰でもいいような企画とかは結構あんまり乗り気じゃないんですよ、僕。結局そのね、和道の話が聞きたいとか和道の放送を見たいっていう人はすごくありがたいんだけど、デスソース食べて苦しんでるのを見たいのであって、僕じゃなくてもいいわけでしょ、それって。なんかね、それはね、なんかいいのかなって思っちゃうね。なんかこう自分にしかできないことやりたいですよね。ジャックダニエルのサムネいいっすね。僕もジャックダニエルリスナーさんからよく送っていただいて、ライターもこれリスナーさんからのプレゼントなんですけど、ジャックダニエルなんですよ。だからすごい思い入れがあるロゴですね、ジャックダニエルは。かっこいいよね、ジャックダニエル。パーカーもね、リスナーさんから送られてきて、ジャックダニエルのパーカー使ってますね。まあ、飲みやすいんだよな。ワイルドターキーとかも美味しいんだけど、結構癖が強いからね。あ、ワイルドターキーバーボンか。ジャックダニエルはスコッチなの？あの辺がよくわかんないんだよな。ご飯食べてるね。昼間働いてるからね、久々の連休なんで、やっぱどうしてもこの時間普段寝てるんで眠くなっちゃいますね。ふわーってなるね。ふわーってなる。でもまあ配信好きなんだよね。なんだろうね、この配信の魅力って。多分人と人とがダイレクトに結びつくから面白いんだろうなって思ってるけど、なんか絶対出会うことなかった人と、多くの人とすごいやっぱ触れ合う機会が多いから、それがすごい楽しみだと思う。もともと
人がすごい好きで、人と喋るのが大好きなんで、なんか、女の子も男の子も関係なくさ、学校の帰りとかさ、ずーっと話したり、コンビニでね、ただだべってるだけとかさ、屋上とかベランダでただだべってるだけ、仲のいい友達と、もう何でもない、たわいもない話、まあ、主に下ネタだったりするんだけど、まあ男だからさ、あとバイクの話とか、誰々が喧嘩したとか、そんな話だけど、なんか、あの頃の感覚って抜けないね。なんでかわかんないけど、みんな大人になってさ、それぞれ社会に出ていったらさ、そういう機会も減ってくんだろうけど、なんかどうしてもああいう気持ちっていうか、青春をしてたいんですよね、まだ30過ぎても。楽しいっすね。なんか仲のいい友達と酒でも飲みながらずっと朝まで何でもないことを語ってるっていう、そういうのが好きですね、昔から。初見さんいらっしゃい、マメさん楽しんでいってください、ありがとう。コメント、和道と言います。生放送歴4年目になりましたね、もう4年目ですね。なんだかんだもう結構やってますね。時間が経つの早いな、本当に。3年終わったところか。4年目だから。こんなにね、なんだろう、3年以上物事が続いたことって何があるって言われたらね、やっぱりバンド、もともとドラムやってたんですけど、バンド活動と、あとまあネットワークビジネスも3年以上やって、あと配信、人生でこの3つだけかな。なんか好きこそものの上手なれとか僕は結構信じてるし、石の上にも3年ってあると思ってるんですよ。なんつうんだろう、3年やると素人の域を超えるんですよね、やっぱり。で、誰かに初めましてとか言って自己紹介するときに、空手やってます、ボクシングやってます、サッカーやってます、野球やってます、ギター弾いてますとか何でもいいんだけど、やっぱ3年はやってないと人に言えないかなっていうのがあるから、ようやく最近になって、趣味とか何なんですかとか言われた時、あ、配信やってますって言えるようになってきたな。やっぱ3年続けてると、どんな物事でもさ、毎日毎日3年ぐらいやってると、人よりもね、素人さんより全く何もやったことない人よりも絶対上手いから、何事でも3年やったらそこそこになるんだなっていうふうに思うかな。ユラさん、初見さんいらっしゃい。差し支えなかったら何の罪で逮捕されたんですか？詐欺罪ですね。詐欺罪でございます。はい。詐欺罪です。信託受益権っていう。社長業やってたんだけど、知り合いの会社手伝ってって言われて、いいよって言って、営業マン足りないからって言って、それが思いっきりオレオレ詐欺だったっていう、残念な事件ですね。はい。反省してます。新しいフォロワーさんを紹介します。ベティさん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。司会進行。はい、緊張しましたね。初めて正式に依頼いただいたので、すごく緊張しました。今、生活保護ですね。で、生活保護を受けながら、半分ぐらい生活保護、半分ぐらい働いて、国に返還してますね。3ヶ月ぐらい前から働き始めて。で、生活保護はだいたい13万円ぐらいもらってるんですよ。もう、牢屋から出た時仕事なかったからホームレスに、3ヶ月間ぐらいホームレスになっちゃって。で、漫画喫茶生活で。で、仕事も住所が千葉だからなかなか決まらなくて、どうしようって言った時に、2チャンネルで生活保護っていう制度があるって知って、ああ、もうこのままじゃやばいと思って、一回立て直すためにと思って生活保護を受けて。で、なかなかね、仕事を探すんだけどさ、やっぱ前科がついちゃったりとか、ね、家の建て直しとか、もううつ病とかも出ちゃって、精神病で。だから、なんとかしないとなとか思ってたんだけど、なかなかうまくいかなくて。ようやく最近ね、作業所っていうところで働き始めたんですよ。正直っすね、僕は。あんまり隠し事しないっすね。丸くなったかな？どうだろうね。あんまり自分じゃわかんないもんっすよ。やっぱり。体調は、そうですね。風邪、一週間前からずっと風邪ひいて、ぜい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 言ってて。今でも。熱は出ないですけど、肺がまだ苦しいかな。
そろそろ直したいな。来週の頭ぐらいにはもう本格的にちゃんと直したいなと思ってるんだけど。和道さん的には誰が1位になると思いますか？俺は、誰が1位になるかはわかんないけど、個人的にはやっぱヒカルくんの一発逆転は狙ってほしいというか、ヒカルくんのガッツあるじゃん。だから最後の最後まで諦めないのが俺、ヒカルくんの好きなところだから。うん、ヒカルくん推しだね。最後やっぱ気合でなんか乗り切るっていう。なんかやってくれそうな感じがするから。うん。で、ぶっちゃけた話、勝つ確率が一番高いのはツバニアンだと思ってる。うん。ただ、今、リアルタイムでずっと取り組んでるのが新八丁だから、あ、ここはやっぱ大手になる人だなって思った。その企画をちゃんとギャラもらうわけだから、しっかりこなすっていうか、リスナーさんも楽しませる。だってさ、配信始まってみんな寝たじゃん、結局すぐ。まだ何時間も経ってないじゃん。6時間ぐらいしか経ってないけど、寝たじゃん。うん。でも、こんな中でも新八丁はバーって配信やってるから、あ、プロだなと思ったね。うん。つまりは参加してないっすよ。せちがらいことを聞いて申し訳ありませんでした。話、あ、全然全然、何でも話しますよ、僕は。あの、うん。普通に聞いてもらえたら何でも話すよ。俺全然隠してないもん。自分が障害者なのも、生活保護受けてることも、あの、前科があることも。なんでかっていうと、罪を償うってどういうことかっていうと、やっぱり自分がしたことを正直にみんなに話すことだと思ってて。隠してずるく生きることもできるんだけど、そんな器用な生き方で生きるタイプじゃないから。だから4年間ずっと嘘つかないでさ、こう、あの、詐欺をしちゃったんだよねっていう。そうそうそう。それで、あの、逮捕されてたんだよねっていうことは、あの、なんだろう。ね、みんなには詐欺とかもして犯罪を犯してほしくないし、被害者にもなってもらいたくない。両方あるから。だからまあ、こういう手口でやってるよっていうことと、あと、まあ、こういう気持ちで、こういうことを犯罪を起こしやすいから気をつけるっていうこと。自分の赤裸々に話した方が、抑止力っていうか、犯罪の抑止になるんじゃないかなと思ってる。うん。ね、しなくていい経験は、ね、しない方がいいじゃん。だったらしたことある人に話聞けばわかるわけだから、うん。ずっと放送で言ってるね。生活保護はね、ずっと隠してたんだけどね。それはね、2年目あたりでカミングアウトしたね、ごめんねって1個だけ嘘ついてるっていうか、嘘をついてるんじゃなくて、まあ隠してることがあるって。で、配信好きだから、あの、みんなに相談したいって言って、俺生活保護受けてんだよねって、実は。それは隠してたって言って。まあ嘘はついてる、その、生活保護じゃないとは言ったことはないんだけど、ずっとスルーしてきた案件だから。案件っていうか、テーマか。話のテーマだから。それは本当に謝って。それでも配信見てくれるんだったら、応援してくれるんだったら頑張るからよろしくねって言って、うん。そういう感じですね、うん。結局ね、あの、嘘ついててもバレるからね、人間。雰囲気で伝わるしさ。うん、悪いこともいいこともね、人生両方ともあるから、どんな人間でも。そこはね、配信でやってくんだったらリスナーさんに隠し事は良くないなと思って。その上でね、好きか嫌いか判断してもらおうと思ってるね。うん、まあでも、まあ働いて、今7万ぐらいの収入なんですよ、月。で、ふわっちで結構その、稼げるようにね、おかげさまでなってきたんで、このまま来年ぐらいには生活保護抜けたいなっていうのを目標に今頑張ってますね。旅配信がやりたいなと思ってるんで、この家引き払って、そしたら家賃ね、かかんないから、うん、彼女の家に機材とか荷物とか預かってもらって、そのまま旅に出ようかなと思ってる。ありがとう、かっちゃん。かっちゃんありがとう、うん。配信スタイルっていうか、まあ、普通にね、31歳のおっさんの垂れ流し放送だと思ってるけど、俺は。うん、15万で日本一周できるの？うん。違う。あのね、極端な話。俺は大金持ちになりたいとか、1億円稼ぎたいとか正直ないんですよ。で、ぶっちゃけた話言うと、15万で旅ができるかどうかじゃなくて、15万円稼いだら生活保護を抜けることができるんですよ。生活保護ってみんな辞退したら誰でも抜けられると思ってる人多いけど、そんな甘い制度じゃなくて、困ってる人を助ける制度なんですよ。
だからすごいケアをされるのね。簡単に抜けるって言ってもさ、もともとホームレスになったりとか、生活が成り立たなくなったりとか、病気になって生活保護になっちゃう人じゃないですか。だから、私勝手に抜けるって言っても、それ役所の、ね、その人が死んじゃったりしたら役所の事件とかになっちゃうんで、ちゃんと仕事をしてとか収入ができてとか、遺産が入ってとか、そういう証明がないと抜けることがなかなかできないんですよ。だから簡単に言うと、ふわっちで15万稼いで、まあ今働いてる仕事が7万円ぐらい稼いでるので、そしたら22万ぐらいいくじゃないですか。そしたらもう生活保護も正式に、あ、卒業おめでとうございますって。まあ頑張ってください、税金払ってくださいねって、こう綺麗に抜けることができるんで。まあそしたら、ね、あとは野となれ山となれ。うん。一回ね、稼ぐことができたんなら、続けて稼ぐことできるんじゃないかなって思ってるんで。そのまま旅に出て、配信で稼ぎたいなと思ってますね、僕は。なんか一緒に、こう自分が見える世界を一緒にリスナーさんと共有しながら、リスナーさんと一緒に旅するみたいな感覚があったら面白いかなと思って。なかなかね、世界に行く機会とかないじゃないですか。うん、そんな感じですよ、ゴルゴさん。うん、だから、ね、みんなはやっぱ忙しいと思うし、空いてる時間でさ、あ、ワド今アメリカいいんだとか、あ、イギリスいいんだとか、あ、インドいるんだとかさ、なんかこう、リアルな世界をね、体感できると思うから、配信の。生放送の良さってそこじゃん。なんかその場にいるような感覚があるから、うん、その分ね、トラブルとか事故とかも起こりやすいから気をつけないといけないとは思ってるけど、そこはやっぱ配信者の役割かなって。なんか疑似体験じゃないけど、リアルに近い疑似体験、なんかテレビとかの作り物とちょっと違うっていうか、そういう感じかな。ありがとうございます。ぜひぜひみんなで一緒に世界回りましょう。まず国内から回るけどね。今日もその話してたんだ、マネージャーさんと。まず国内で、まあ、海外に行ったらビザの問題とか、あとパスポートの問題とか、あと何よりその Wi-Fi の問題だよね。その辺クリアしていかないといけないから、まずは国内で日本全国都道府県ぐるーっと歩いて回って、どんなもんなのか、本当に可能なのかどうかっていうのを国内で検証して、でちゃんと下調べして海外行こうって。僕も生活保護ですが仕事はしたくない。なるほどな、なるほど。正直言うから、見てる人怒らないでほしいんだけど、生活保護を受ける時の俺の話なんだけど、ちょっと音楽切るね。すげえ辛かったんですよ。漫画喫茶で3ヶ月いて、受付の若い女の子とかがやっぱ見てるわけじゃないですか。毎日毎日同じ部屋にいて。で、すごい笑われてるような感じで、すごくもう心も伝んでて。で、働こうと思ってても全然面接受からなくて、もう本当にお門違いなんだけど、社会を恨んでたんですよ。一回、もう本当に前科とかね、本当悪いこととかあんまりしたことなかったから、なんか一回過ちを犯しただけでこんなに人生って狂うのかと。ね、そこそこ給料とかもらってたしさ。で、すごい恨んで、もう死ぬしかないのかと思った。もう死ぬんじゃないかと思って。で、2チャンネルで、なんて検索したかっていうと、前科者とか、逮捕後、その後っていうのを調べたの。みんなどうやって生きてってるんだろうって。で、その中の一つに生活保護を受けてる、生ポ受けてる人ばっかりだよ、みたいなことが言って、生ポっていう言葉自体を知らなかったの。生活保護っていう制度も知らなかったの、俺は。で、その時に生活保護っていうのを知って、調べて、あ、こういう制度があるんだと思って、受けたの。ダメ元で。まあ、若いし無理だろうな、とか思ってて。そしたら、あ、保護しますよっていう風に言われて、半年間ぐらい働かなくていいっていう風に言われてたの。まず、アパートを借りたりとか、心を整えたりとか、もうボロボロだから、まずはゆっくり休んでくださいと。そっから仕事をしたりとか、そう、組み立てて一緒に行きましょうねっていう風に言われた時に、えって思ったの。なんでかっていうと、10代の頃からずっと俺アルバイトやってて、中学3年生の頃からずっとアルバイトやってたんですよ。中学生からアルバイトやってて。で、高校も1年で辞めちゃったけど、ずっと働いてて、一人暮らししてて。で、えって、俺、13万円稼ぐのに、あんなに必死になってたのに、
なんで、その、13万円で働かなくていいって、こんな制度あったんだろうって、なんでこれを義務教育で教えないんだろうって、いうふうに思って、こんなの働きたくないって思う人がいるの当たり前じゃんって思ったの。働くのがバカらしいと思う人も。フリーターで、だって、俺、週5で8時間勤務で、成田で800円ぐらいの時給だったんだけど、漫画喫茶で働いてる。それでも手取り13万いかなかったのね。だから、働いてるよりもさ、生活保護の方金額多いから、なんだこれと思ってたの。でも、ぶっちゃけた話、そういう人がいるなっていうのは思うことは思うんだけど、なんだろうな。俺はね、なんかね、働くっていうのは、損得じゃなくて、やっぱりね、部屋の中で一人でずっと配信やってても病むんだよ。ゲームやっててもつまんなくなるし。だから、外に出るとさ、リアルだからさ、嫌なこともいっぱい待ってるんだけど、俺は普通に働きたかったかな。ただその、嫌なことで働くっていうのは嫌だったのね。自分がやりたくないことで働くっていうのは奴隷と一緒だから。だから、その、働ける雇用の機会があって、その、俺はそのウェブ系の知識どんどん増やしたくて、ホームページとかイラストレーターとかフォトショップとかも使いたいし、もともと営業やってたから、そういうのもね、企画立案とかもね、携わっていきたいしっていうので、ちゃんと探してて、職業訓練とかも受けて。だから、なんだろうな、働くのがバカらしく思えるかもしれないけど、でも、なんかこう、ずっとさ、長い人生でさ、ずっと暇を持て余しちゃうわけじゃん。だからなんかやるべきこと、別に仕事じゃなくてもいいと思うんだけど、なんでもいいけど、生きがいみたいなものがゴルゴさんに見つかったら、ゴルゴさんの人生がなんか、尊くなるし、楽しくなるんじゃないかなと思ってるかな。で、なんか、それが、ゴルゴさんが楽しいっていうことを見つけて、だから、その、何かをもらうことで楽しいんじゃなくて、受け取ることの楽しさってあるじゃん。ゲームをするとか、漫画を読むとか、要はデータをインプットするっていう喜びじゃなくて、アウトプットする喜び。絵を描く、歌を歌う、表現をする、働く、物を作るとか、アウトプットすることで、ゴルゴさんが何かを喜びを得て、で、それがなおかつ仕事になったら素敵なことなのかなって、正直に思います。別に働くことはいいことだと思います。ただ、やりたくないことをやるべきではないと。そんな感じですね。働くことに関しては。それが素直な意見です。別に働けとも言わないし、生ポでダラダラするのは悪いとも思わないです、僕は。ただ、一生この生活嫌じゃないですか。もう結構生ポ抜けたいっすよ、僕。どうなんだろう。奴隷はね、ダメだよね。ただ、なんか生きてく、その、生きるっていうことはやっぱ人の役に立つことだから、何でもいいと思うの。喜んでくれること、自分の表現で、ゴルゴさんがやることで誰か一人を喜ばせたら勝ちだと思うから、それがお金にならなくても。なんでかっていうと、喜んでもらえるっていうことは、それはなんか仕事になる可能性がすごく高いから、何でもいいんだよね。何でもいいから、そういうものを持つ。例えば、プラモデル作るのが好きだって言って、プラモデル代行でもいいから。ねえ。そういうのでもいいから、なんか、アウトプットする喜び。インプットだけだとさ、結局受け取るだけになっちゃうから、暇になるよ。なんか死ぬ時に、なんか何も残らないじゃん。でも、アウトプットして誰かに役に立ったら、多分残るから。自分が生きた証が。そういうのは大事だと思うな。それがたまたま俺は配信だっただけなんです。配信で、こう、仕事っていうかね、こう、お小遣い稼げるようになってきたのは、すごく、良かったなと思いますね。あの時配信っていうものを選んで良かったなって。まあ、あの時ね、YouTuber になるっていう選択もあったなとか、いろいろね、考えるけどね。まあでも自分で決めたことだから。全部。自分で決めてないことなんてね。たまに起こるけどね。不慮の事故とかね。でも、多くのことは自分で決めたことだから。そこは自己責任持ってやっていきたいっすね。毎日暇だよね。毎日暇。資格でも何でもいいからさ、取るといいよ。本当に。
うん、国家資格でも勉強して、なんか目的とか目標があるとね、人生良くなるから。だから大人が悪いんだよ。うん。俺、子供の時から思ってたけど、早く大人になりたいって言わせないとダメなんだよ。うん、子供に。早く俺も稼ぎたいって。俺も欲しいもん買いたいって。子供に何でもかんでも与えすぎなんだよ、買って。ゲームとかさ、服とかさ。そう思わない？そんなんさ、大人が嫌そうな顔して働いてさ、子供はさ、親が勝手に何でも買ってくれるってさ、子供なんてさ、働いてねえんだからさ、飯食わせてもらってるだけでも感謝じゃん。俺だから親から小遣いもらったことないのよ。うん。で、欲しいものがあるときはプレゼンテーションしなくちゃいけなかったのね。なぜ欲しいのかっていう。そう。で、本当に必要だと思ったら何でも買ってくれたんだけど。でもさ、子供がさ、スマホも持って、パソコンも持って、ゲームも持っててさ、DS も持ってるしさ、お菓子もあるしさ、働きたいと思わないよね。大人が働いても嫌だとか、うつ病とか言ってんのもね。だから大人が悪いんだよ。まあ、なんか現役の世代じゃない、働いて。だから働いて、早く大人になりたいって言わせたいよね。うん。うん、俺も、なんか、和道みたいに、早く大人になって自由になりたいとか。うん。そういう風にはなりたいかな。なるべくね。新しいフォロワーさん紹介します。ケメコさん、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。あざます。はい、こんばんは。ジンさんいらっしゃい。楽しんでってください。ジンさんいらっしゃい。ジントニックのジンだ。卑怯な大人になりたくなかった。ああ、ブルーハーツの世界だね、うん。ブルーハーツの歌詞はすごい響くよね。生まれたところや皮膚や目の色でとか、隠しているその手を見せてみろよとか、ね、いい歌詞いっぱいあるよね。新しいフォロワーさんをご紹介します。507人目のフォロワーさんです。100万回生きた猫さん、フォローありがとうございます。いいですね。ふわっちゃったけえな。ふわっち楽しい。ふわっち大好き。ふわっちで一番フォロー多いのってツバニ、ん？ツバニャンじゃないか。誰なんだ？さとみさんかな？一番フォロー多いの誰かわかる？誰なんだろう、うん。508人目のフォロワーさん紹介します。ゴルゴさん。フォローありがとうございます。誰なんだろう、フォロワー。まだできて1年のサイトだからね。うん、まだまだ、いろんな人がいて、こう、切磋琢磨してやってるから、ね。まあ、大手の人は別で。生ポぐらいの稼ぎしかないけど、表に出てるの好きだから頑張ってます。いいね。いいね。僕、頑張るって言葉がすごい嫌いなんですよ。努力と頑張るって言葉が嫌いなんですね。で、最近ツイッターでも、頑張るって言葉よく書くんだけど、俺は、みんなが使う頑張るっていう漢字嫌いなんだよ。顔が腫れるって書いて頑張る。そう、みんなの使う、顔を腫る方は嫌い。顔が腫れる、笑おうぜっていう、頑張るだったら好きですね。エコーで笑う、いいよね。こういう小ネタ大事だよね。小ネタは大事だよ。なんか大事だと思う、
そう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 。やっぱ笑うために生きてきてるわけだし、人間ってさ、自由になるために俺は生まれてきたと本気で思ってんのよ。そう。で、何からも縛られてない状態の自由じゃないんだよね。やっぱ人間ってどんな環境でも、どういう状態でも、その、外圧っていうのを感じると思うんだよ。自由って俺勝ち取るものだと思ってるの。だから、ぶっちゃけた話、生ポーで半年間何もしなかった時自由だったわけよ。でもそれ自分で勝ち取ったものじゃないじゃん。だから結局暇なんだよね。だから無永遠の命手に入れてるようなもんじゃん。働かなくても金が入ってくる。衣食住整ってると。贅沢はできないけど死なないと。だから生きてるわけじゃないんだよね。死なないだけなんだよ、ただ。そうやって生きてないから。やっぱその、なんていうのかな。そういう感じ。なんか自由は勝ち取るものっていうか。手に入れたいものはやっぱ手に入れる。入れて初めて達成感があるんだなっていうのは、すごく感じた。だからね、またね、悪い話で申し訳ないんだけど、僕万引き結構、中学生の頃よくやってたんですよ、万引き。結構ひどいぐらい万引きやってて。だけど、万引き出せえと思ったのは、アルバイト始めてからなんですよね。少なかったけど、中学3年生の時初めて3万円手にした時から、なんか知んないけど正義感とか一切なくてピタッとやめた。あ、ダサいわ、と思って。なんかこの3万円で好きなものを買うっていうのが気持ちいいっていうか、その方がいいやっていうのはあったね。だからさ、なんかこう、頭で考えることよりも体感の方が重要じゃん。心で感じるものっていうかさ。そういうのを大事にして生きていきたいな。感じる人になりたい。考える人じゃなくて、体感を大事にして生きていきたい。なんか、マイク変だな。なんだろう、またお化け出てんのかな。この放送よくお化け出るから気をつけて。よく映るらしいです。タバコ吸いすぎだから、やめよう。肺がまた悪くなる。とりあえずふわっちでニコ生よりもフォロワー、ニコ生最後のコミュニティ人数900人ぐらいだったから900人超えたいな。ちょっと年末までに1000人超えたいですね。お化け本物すごいよ。俺の放送お化けだらけだよ。本当によく出ますよ。結構有名ですね。古い人、ワドの放送はお化けいるっていう、声が、あ、そこにポスターあるんですけど、このポスターが瞬きしたことありましたよ。動画で残ってんのかな？このポスターが瞬きしたりとか。あとね、ツイッターに上げた動画は、500リツイートいったんだよね。ニコ生で心霊現象起きて500リツイートいったりとか。よく心霊現象起きるんですよ。俺霊感全くないけどね。怖いよ。だからたまに急に、わぁ、また出たとか言うもん。女の人が。窓をやめてよみたいな。俺じゃねえわっていう。本当にやらせ一切なしで。ロハコさんっていう人がね、幽霊見たか。いや、音が多いっすね。僕はあと気配でわかりますね。どっちかというと子供の頃は、魂みたいなのが見えてたんですよ。ぼやーっと。ただ、人の形とかは、霊感強い人でいるたまーに見るぐらい。もう本当に5年に1回とか。だから自分一人でいるときはそういうのなくて、こう鳥肌が立つっていうのかな、ゾワゾワゾワってするっていうか。だからね、ふわってこう温度がね、2度ぐらい下がるんですよ、急に。そういう感じ。部屋がやばいっていうかね、なんか、霊能力がある人から言わせると、俺の体質らしいね、それ。ロハコさんの家なんかバンバンポルタガイスなるもん。未だに多分 YouTube 残ってるよ、それは。俺がロハコさんの家泊まると、ドン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 とか、お化けが脅かすんですよ。あと、ずーっと後ろの曇りガラスに人の顔が映ってて、もうずっと見てたりとか。でもリスナーさんが見てるよ、見てるよって言って。僕はですね、ワイドさん、ワイドさんは霊感体質ですので、ワイドさんのことずっと見てるんですね。お化けに救えてますねーとか言って、なんかテンションすごい高いの、ロハコさん。喜んじゃうの、お化けが出ると。
部屋がやばいのかな、どうなんだろうね。似てる、まあまあまあ。うなちゃんマンのモノマネと、ゆいがさんのモノマネと、いなこうのモノマネと、ロハコソンのモノマネは多分一番うまいと思う。似てるでしょ、うん、意外とね、モノマネ定評あるんだよ。俺の放送。なんでなんだろうね。うん、なんかね、好きな人の真似るじゃん。そういうの、なんか特徴を捉えるのが得意なんだと思う。うん、最近ね、パイセンの放送大好きで、パイセンの放送よく見るんですよ。面白いですね。うん、やっぱ大手なもの人は特徴がねすごいあるからね、うん、あとロハコさんはもう古いからね、ずっとね配信者デビューする前から知り合いだから、私も見てます。面白いよね、ゆいがさんね。おい、いらっしゃい。うん、いやだからよ、うん、それはウナが震災の時だろ、サイレン。だからそれはよ、ネタにようするためだろ。だからなんで俺を詰めてんだよ。俺詰めてもしょうがねえだろうかよ。なあ。お、ワトいらっしゃい。こんな感じ。見えない何かとずっと戦ってるっていう。佐野も落ちぶれたな、とか言って。香取慎吾さんいらっしゃい。うん、ポロンさんいらっしゃい。初見さん、楽しんでってください。ワドです。面白かったらフォローしてください。まったり枠ですね。まったり雑談ですが、それでもよろしければ。うん、ああ、あ、ゆい、お前ゆいがとかいらねえからよ。ああ。それよりもよ、筑前煮によ、里芋入れねえから。うん、なあ、ケルケ。よくやりますよ。好きな配信者の真似はね、どうしてもやっちゃうんだよね。すごいよね。面白い。うなちゃんマン一番好きだわ。リスナーとして一番好きなのうなちゃんマンだよね。新しいフォロワーさん紹介します。509人目のフォロワーさん。香取慎吾さん。フォローしてくれて本当にありがとう。シケキノコのうなちゃんマンのモノマネに似てる。まあ本人の完コピはできないからな。うなちゃんマンそのものにはなりきれないからね。あと風邪ひいてるからね、若干ね、あの喉と肺に負担がかかるんだよ、うなのモノマネって。あとこの前久々ね、三輪明宏のモノマネやったらめちゃめちゃ似てるって言われたよ。あのね、三輪明宏昔得意だったんだけど、最近できなくなってて、久々ふわっちに来てやってみたらめっちゃウケてたよ、三輪明宏のモノマネ。三輪明宏も大好きだからね、俺。うん、あとあれか、長渕剛もよくやるよね。あの、どんな歌でも、どんな歌でも、長渕剛風に歌えるっていう特技持ってるんですよ、僕。で、そんなわけないってみんな言うんだけど、絶対滑るって言うんだけど、全員似てるっていう。あ、わかるわ。そう。これ変な特技。どんな曲でも長渕剛風に歌えるっていう。もしよかったらリクエストしてくれてもいいですよ。ワンフレーズだけなら、うん、長渕剛この曲歌わねえだろうっていう曲をね、俺が知ってる曲だったら、365歩の街、幸せはってやつ。合ってる？歩いてこないだから歩いて行くんだねーで合ってる？合ってる？オッケー。えい、せい、
今日はみんな本当に集まってくれてありがとう。最後の曲です。聴いてください。365の街、幸せは歩いてくんない、でっかり歩いてゆくんだね。せい一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下げる。ありがとうございます。ぽいだろ。あんま受けなかった。あんま受けなかったな、今日な。うんうん、いや、寝なかったんですよ、結局。うん、なんか、あと7人で、500人達成できそうだったんだよ。似てるでしょ、うん、何でも長渕剛風に歌えるから。桜島が目に浮かんだでしょ。桜島をバックに。でもね、長渕剛さんの真似はするんだけど、俺曲ほとんど聞いたことない、原曲を。だからよくね、長渕剛のファンだと思われるんだけど、全然違う。長渕さんのキャラクターが好きなんだけど、歌が好きとかではない。昔の曲の方が好きだね。長渕剛の。声が綺麗になった頃の感じが好きだね。純子とか、乾杯とかもすーげー綺麗な声で歌ってたの知ってる？みんな、ね。なんか、乾杯とかもさ、固い絆にって感じでしょ？みんな。想いをって感じでしょ？そうじゃなくて、初期の長渕さんって、固い絆に、思いを寄せてみたいな感じだったんだよ。語り尽くせぬって。そう、シャブって人間を壊すから気をつけようね。うん。覚醒剤は人を壊すんですよ。うん、声高い時のいいよね。うん。純子とか好きですね。純子とか。そう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 。フォークの頃っていうか、まあ今でもフォークだけど。全然今でもフォークだけど。うん、綺麗な声なんですよね。本人は高い声嫌いだったら、あ、そうなんだ。すごい綺麗な声だよね。うん。コンプレックスだったのかな。俺大好きだけどな。あの、綺麗な声は。全然違うよね。でも今はね、もう体も本当に極真やって鍛えてるし。うん、今は今でスーパースターっていうかもう、ね、レジェンドだからね。日本を代表するアーティストだから、うん、焼酎でうがいしてました。いらっしゃい、島さん、いらっしゃい、うん、楽しんでてください。前から気になってたんだけど、この BGM、 あ、いいっすよ、全然、うん、フリー BGM でね、結構ね、この BGM 使いたいって YouTube とか配信やってる人結構多いからね。 URL 貼ります。これです。全くの別人。そうそう、なんか明石家さんまさんみたいなね、顔つきなんだよね、痩せると。配信者がよく使う、なんだっけな、有名な YouTuber、 深夜中じゃなくて、なんだっけ、なんか有名な若い YouTuber が使って有名な曲らしいっすね。商業利用可能でフリーコンテンツなんで、すごい人気ですよ、これ。この BGM 落ち着くよね。なんかね、俺自身が結構トゲトゲしいキャラとかアウトロー系だと思ってる人がすごい多いから、なんかオタクっぽいっていうか、ほんわかしてる曲で、なんか、うん、雰囲気マイルドになったらいいなって。アンチなんかもうずっと来てるよ。俺ニコ生ですごい悪名高いんだよ。和道って言ったらみんな嫌いっていうか、もう絶対絡みたくないとか、配信見ないとか有名ですよ、ニコ生だと。超嫌われるんですよ。アンチだらけですよ、9割。99% アンチだよ、ニコ生でやったら。イサムンムンさん、全然、お役に立ちて光栄です。
全然ですよ。まあだけどあんまり荒れる放送が好きじゃないですね。まったり語ることが多いんで、イライラするのに嫌いだからさ、せっかく楽しいことやってるのにね、趣味でね楽しいことやって、なんでイライラしないといけないんだって。イライラするとリスナーさんもイライラしちゃうしね、伝わるかんね、バイブレーションっていうの、振動で伝わるからね。やっぱポジティブな感情を共有した方がいいでしょ。あ、ありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。今日ここに来てくれたリスナーさん、あ、本当にありがとう。509番目のイサムムン、ありがとう。フォローありがとうございます。中渕剛風でちょっとねやってみました。よろしくお願いします。大丈夫？新しくさ、ステレオミキサー今日買ったんだけど、音割れてない？これヤマハのね、ヤマハのステレオミキサー買ったんだよ。音割れてない？大丈夫？今平和っすね。ふわっち来てから、ふわっちはね結構温厚な人が多いね、リスナーさんは。どう？音割れてる？これ今日放送してからエコーを使ったりとかして、このボタンを押すとエコーがかかるんですよ。あ、あ、あ、あんたたち行くわよ。これを押すと切れるっていう。大丈夫なの？いい感じだな。買ってよかったな。ヤマハから出てる配信用のミキサーなんですよ。オーディオインターフェース。うん、音綺麗でしょ。割れてない？これ1万5000円ぐらいしたんですけど、買いですね。よかったですね。そうそうそう。ルナちゃんが使ってるやつは5000円ぐらいって言ってたけど。いや、俺の安いぞって言って。ワードよ。やっぱエコー欲しいな。ああ、あ、俺が使ってんの？いやー、うん、5000円ぐらいかな。ああ。って言って。投げるけ。うん、あれだな、明日あたりリスワン撮りたいかな、うん、今日ちょっと配信頻度が少なかったから、明日あたり分回して13日リスワン狙おうかな、ちょっと、うん、まだ厳しいかな、まだ力不足かな。なんかね、3位になったり2位になったりはするんだけどね、ここぞっていう時にね1位になれないんだよね。やっぱみんな8000人とか集めてんだ。9000人。すげえな。金梅さんが万人超えだ。金梅さんやっぱ格が違うな。リスワン応援して。うん。ちょっと明日配信分回そうと思ってる。日曜日だから。うん、すげえいっぱい時間空いてるし。気合い入れてくんで、よろしくお願いします。今日はね、まったり。今日はまったり。またーりです。またーり、84名さんいらっしゃい。ありがとうございます。おかげさまで、ふわち来てから20日間経ったんですけれども、フォロワーさんが、500名を超えました。本当にありがとうございます。もうふわっち、専属でやってるんで、応援よろしくお願いします。初見です。お願いします。ミキさんいらっしゃい。楽しんでってください。コメントありがとうございます。楽しかったらフォローしてね。ここは結構まったり、ま、本当にまったりしますよ。人が増えてもね、結構温厚な人が多いですね。新しいリスナーさん紹介します。ミキさんフォローありがとうございます。エリザベスさんフォローありがとうございます。よろしくお願いします。
ありがとう、フォロー。みんなはいくつぐらいなんですか、年齢は。何歳ぐらいなんですか。ふわっちで俺の放送をフォローしてくれる人、結構年齢層高めなんですよ。20代後半からね、だいたい40代ぐらいの人がメイン層かな。30代の人結構多いですね。みんないくつぐらいなんだろう。ババアです。ババア大好き。年上の女性が好きなんですよ、僕。18？ あ、若いっすね。大丈夫かな？結構、おっさんですよ。ここの放送は、アダルトですよ。下ネタも結構きついしね。あ、桜さん30歳なんだ。同じぐらいの年齢ですね。僕は結構漫画好きだったり、アニメ好きだったりするんで、結構、オタク系な、おすすめの漫画とかを語ることも多いし。あ、ゴルゴさん41なんだ。先輩ですね。大先輩ですね。ちょうど一回り。僕は31なんで、ちょうど10個上ですね。先輩だ。でもね、やっぱね、インターネットの面白いところは、年齢の壁を越えていろんな人と出会えるっていうのは本当魅力的ですね。そうなの？見えないな。若いっすね。ジンさんが38。あ、先輩っすね、僕も。7個上。だからジンさんの頃とかは、なんか、いいっすよね。ファミコンとかも、全盛期ビックリマンシール、金消しとか。その辺僕、世代じゃないですよね。やっぱスーパーファミコンだったし、金消し持ってなかったし。うん、僕らの世代はカード出すとか、やっぱポケモンとか。多分、ジンさんポケベル世代ですよね。ちょうど僕の年齢からポケベル使わなくなって。通貨とかでしたね、携帯電話。初めに持ったのが携帯とかピッチとかだった、みんな。で、一個上の先輩から上の世代はみんなポケベル使ってたんですよ。うん、結構ね、年上の人に可愛がられる配信者なんですよ。懐かしい。うん、だから先輩とかよくね、公衆電話に行ってみんなダダダダダダダって10円入れてダダ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 って言ってて、行列できてたんですよ。何やってんだろうって、ポケベル持ってねえなとか言って。いや、僕らみんな携帯っすよ、つって。マジかよ、って。ね。混ぜてんな、とか言って。ね、エロ画像とか、後藤真希とかさ、浜崎あゆみのコラ画像を見てさ、見まくったら2万円とか3万円とか請求くんのね。でかい箱の携帯ありましたよ。マジっすか？ショルダーの。さすがにその年齢じゃなくないっすか？ 38 だったら。7個上でしょ。うん、あれ、契約すんの30万ぐらいするんですよね。なんだっけ、電話回線の権利があったんですよね、もともと。今じゃスマートフォンなんて考えられないよな。だってテレビ電話を無料でできて複数人こう見れる、すごいですよね。もうあの頃で生放送動画が見れるっていうのは奇跡でしたもんね。だって2チャンネルとか全盛期の頃なんかさ、ホームページ見るだけで上からガガ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 ガってパソコン言ってましたよね。Windows95。ガガ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 ガって。コンセント抜いたらもう起動しねえの。ぶっ壊れんの。高かったみたいですね。高かったっすよね。インターネット昔面白かったよな、2チャンネル。衝撃覚えたもんな。文字で掲示板でやり取りできるっていう。中学1年生の頃かな、初めて2チャンネル見たの。エロ動画見て爆死した。懐かしいですね。じゃあ皆さん、そろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございます。フォロワーの数がですね、510名、17名の新しいリスナーさんとこの放送で出会いました。皆さんありがとうございます。それでは良い週末を過ごしましょう。ありがとうございます。また見に来てください。兄ちゃん面白かったですよね。今はね、配信の時代なんで、一緒に配信ライフ楽しみましょう。おやすみなさい。おつです。
お疲れ、おつです。みんなおつです。おやすみなさい。よき週末を。ありがとうございます。おつです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。